357マグナム弾マグナムとは、同一口径の平均的な実法と比較して、創薬量を増やした弾薬、及びそれらを使用する重機の名称並びに、商標である。種類の増量ボトルを指す、マグナムを語源としている。一般に、弾丸にはすでに存在している製品を持ち、ケースを通常より長くしたり、ネックの角度を強くしたり、することで薬莢の内容量を増加させて、 より多くの火薬が入るようにしている。ハンドガン用のマグナム弾の場合、火薬がライフルガンに使用されるような知念性ではなく、拳銃の短いバレルでも担当に十分なパワーを伝えるために三弾銃のものとは異なる。拳銃弾薬独自の側年性のものを大量に用いたり、ライフルガンに使用されるような知念性ガンパウダーを用いると、 マズルパワーを増やすよう工夫された弾薬も多い。他の重種であってもハイパワーを発揮できる方向に装薬の種類を最適化する場合もある。火薬量だけ見ればホットロードと似ているがホットロードでは既存の弾丸、薬莢を用い発射薬だけを増やして競争弾とするのに対しマグナムでは既存の弾丸と拡大型の薬莢を組み合わせ、 当初からそれだけの火薬を使用できるようデザインされている点で異なる。事実、大部分のマグナム弾はメーカーにより作成されたファクトリーロードの弾薬である。ただしマグナム弾の規格自体が通常の弾薬よりも強度面などでパワーアップに有利な側面を持つため、マグナム弾をさらにホットロード化した弾薬も製作されることがある。実法の開発経緯によっては、 マグナム弾でなかったものがマグナム相当のものになってしまうことがある。例を挙げれば308ウィンチェスターはもともと30から06スプリングフィールドの短縮版であるため308から見れば30から06はマグナム弾に相当するし30から06から見れば308はカービン弾となる。同様の例は 45ACP を短縮した 45ギャップがある。ガンスミスによって開発されたものの、量産されていない銃弾及びカスタムカートリッジをワイルドキャットと呼ぶ。また、45ロングコルトを延長した。454カスールのように、実質的にはマグナム弾だが、マグナムの名を監査ないものも存在している。こと、アメリカにおいては、大口径のマグナム弾使用拳銃は大力を好む。 愛好家向けの商品と見られる場合が多い。それは確かに一面の真実ではあるが、ライフルなどの大型銃器が必要だった用途の一部を拳銃で代替することが可能となるため、単なる個人的な好みとは別に実用品としての需要もかなりの比率で存在している。具体的には、グリスリー生息地域でのご信用がわかりやすい例と言える。 熊を倒せるだけの最低限の威力と持ち運びの容易な軽量さを兼ね備え、しかも発砲する機会は滅多にないため、多少の扱い難さや反動の大きさは問題にならない。このような用途では、44マグナム以上のリボルバーが最良の選択とされている。以下にあるライフル弾からの改造とは、主にライフル薬莢のネックを落とす加工のこと。初活力については、 有名メーカーの市販品のデータ、弾頭重量とリロードによって若干の調整は可能。発射する銃によって初速が変わるので、あくまでも一例として、フィート重量ポンドを記載する。また、発活力の単位は他にもあり、J、PF 等があるが、それぞれ計算式の違いにより多少の差が出る。威力は弾頭形状、コーティングの有無、 標的の材質など様々な要因により大きく変わるため、初活力だけを元にして求めることはできない。なお、蒸気の光景はメーカー発表の数値で、霧のいい数字で表しているために括弧内のミリメートル数値も参考程度にしかならず、正確な数値ではない。例として、500S& W マグナムは50口径となっているが、実際の弾丸径は0.492インチであり、正確に表記すれば49口径になる。また、発活力は弾頭、メーカー、使用重機により変わってくるため、蒸気の値は目安に過ぎない。特に拳銃弾をサブマシンガンで出した場合、バレルの長さの違いから拳銃で出した際の発活力より大きくなる傾向がある。 577T-Rex 12ゲージショットガンでは、通常シェル長が2.3、4インチのものを使うが、これを3インチにしたものを、マグナモダンと呼んでいる。2.3、4インチ専用のモデルは、3インチマグナムシェルは、使えないが、3インチ対応モデルでは2.3、4インチ、通常シェルも、使用可能である。ただし、十二ゲージ三インチシェルのものの中には、鉛三段から、 鉄三段に切り替えた際の威力低下を防ぐ目的のものもあり、その場合には創薬量は増えない。この場合には見かけはとにかく厳密には、いわゆるマグナム弾の定義には当てはまらない。ありがとうございます。